はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンデセットで、今回はチュニジアキャンペーンでイタリア軍を使いつつ次期アップデート情報第1弾の方を話していきたいと思います。はい、今年最後のアップデートですね、今年最後のアップデートの情報が来ましたのでお話ししていきます。まあもうすでにね、もうこの今ですか、11月の下旬で、第1弾のアップデート情報が出たということは、まあ遅くとも来月の中旬ぐらいですかね、来月の中旬ぐらいまでに何か来るって話でしょうか。このタイプ、あ、このタイプのマップか、珍しい。ギャー、このタイプのマップは珍しいですね。まあいいや、じゃあね、早速お話ししていくんですけれども、まずはですね、アップデート情報第1弾としてリプレイ機能が強化されます。はい、以上です。はい、まあジャブ程度ですよね、まだ第1弾。ギャー、まだね、まだ第1弾ですから、まあ今年最後のね、アップデート情報なので、まあジャブですよ、ジャブね。なのでこの辺りです。はい、まあもうちょっとね、詳しく話しますと、リプレイ機能にですね、スクリーンショットを撮る機能と、あと録画録音する、機能が追加されるそうです。はい、であとはバグ取りですか、そうなんですよね、今ちょっとねリプレイ機能ってちょっとバグが多くてね、リプレイ見るの大変なんですよ。まあ一応どうやってね現状リプレイ機能見られるかっていうと、公式サイトの方からそのリプレイデータの方をダウンロードした上で、エンリステッドがね入っているフォルダの中にあるリプレイというフォルダの中にそのデータを入れまして、であとはゲームを起動してダーッと、でそのゲームの中でリプレイして見ることができるっていう、ちょっと手間がかかるやり方じゃないとね、リプレイって使えないんですよ。なのでそのあたりの不具合をね修正してくれたらありがたいです。まあそんな感じです、そんな感じですね。まあ一応スクリーンショットね、なんか4ちょ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 、タイムない、 OK ですね。何とー、よし、はい、 OK、ね、なんかスクリーンショットはね 4K8K10K 対応のなんかスクリーンショット撮れるとか言うんですけど、まあちょっと性能的に課題ではって思うんですが、よし、まあそういった感じのリプレイ機能が調整されるということですね。はい、まあ初回ですよ、初回なんで、まあこんなもんでしょって感じでしょうか。はい、であとそうですね、あのこの前のね私の動画の方でね、皆さんの分隊構成教えてくださいっていう動画出したと思うんですけども、ね、皆さんの方から本当にねたくさんのコメントありがとうございます、ね、で皆さんのコメントを読んだんですけれども、思ったのがみんなバラバラみんなバラバラですね。ねえ、いいじゃないですか、いいじゃないですかね。みんなバラバラっていうのはいいことですよ、それだけねなんか広がりがあるというか多様性があるということですから ね、 ね、こういうね多様性がある、広がりがあるっていうのはいいことですよね。いや、一つのね陛下とか一つの武器ばっかりね使うみたいな、そういったのはアンバランスって言いますか、あっち、まあそういうアンバランスなゲームになってないというのはいいことかなと思いますね。いいんですよね、みんなバラバラで、それでちょっと乗せてギャーと、あれ乗れない、よし、さあちょっとあの選手はちょっと効いてない、ちょっと効いてない、あちょっと一方的な試合になっちゃってますね。最近本当チュニジアね、イタリア側がマジで強いので、ほいーですわ、はい、 OK、ね、イタリア側本当鬼みたいに強いんで、本当に一方的な試合になってしまってますけど、ちょっとね今私急いでこのね動画ちょっと撮ってるんでね、まあこの試合で行くしかないかなっていうのもあるんですけど、いや実はですね、あのワールドカップ日本対ドイツがねちょっと目の前なんですよあと2、30分ぐらいでね日本対ドイツの試合がねキックオフなので、ちょっとそれまでにね動画撮っておきたいなということで、
ね、今ちょっと撮ってるわけなんですけどね、楽しみですね、日本対ドイツか。まあちょっとね、勝つのちょっと難しいかもしれませんけれどもね、まあ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 期待しましょうね。最近最近ね、あの漫画のブルーロックがね、なんか流行ってるっていう話も聞きますからね。そういったところでサッカー熱がある中で日本がドイツに勝ったりしたらなかなかに楽しいことになるのではなんて思いながらね、多分この動画が上がってる頃にはもう試合終わっちゃってると思うんでね、どうなってるかちょっと分かんないんですけど、ね、すごく期待しています。いつだって期待していますちょっとめっきゃーぽい、カードだ。はい、オッケー。ほんとなんか味方強い。あー、スコア取れなかった。ほんと最近マジでチュニジアね、イタリアがほんと強いんですよ。なんなんでしょうね、なんなんでしょうね。あと太平洋キャンペーンの方でもね、そう最近ね、私見返したんですけれども、日本側のね、私の勝率 50% 以上になってるんですよ。一時期ひどい時は 38% だったか 7% だったか、そこぐらいまでね落ち込んでたんですけども、最近は 50% にまで盛り上がってますね。こういう風にね、やっぱりなんか環境のせいなのか何なのか分かんないんですけどね、変わるんですよね、なんかその時の側の強さね。ちょっとここはスナイパーでチクチク打たせてもらって、それ当たんない、それが当たらないということはちょっと不可思議。何これも当たるのか、ようやく当たった。さてさてさて、もう本当にもう最終拠点目の前か、ね、やっぱプレイヤーがね、今のチュニジアってマジでイタリア側にね、ほんと高レベルのプレイヤーが集まってるんで、何なんでしょうね、なんで、あー危ない、ナイスナイス、何なんでしょうねこの現象ね。ちょっと前まではね、ほんとイタリア側ってもう連戦連敗だったのね最近は連ギャーッと、あんなところか。まあ一応相手にしてみますか。ほい、さあどうかな、入んない、一応いくか、突撃、あー食らえと、やったはい、やっぱり中堅最強ね。まあそうですね、まあせっかくなんだから、まあ、アップデートに関する話をしていこうかなと思うんですけれども、ね、まあとりあえずはですね、運営の方から予告されていることとして、今回のアップデートに関してね、まず何か驚きがあるということです。はい、何かしらの驚きがあるということなんですが、何でしょうね。であと結構なんかの追加というよりもなんかシステム面でのなんか、アップデートになるみたいな、そういう話もありますからね。でこれもね結構前に出た話なんですけど、いわゆる可変レートですか、 FPS の可変レートになると、ね、上限下限がそれぞれね上がるっていうね、戦車多分そのあたりのね、アップデートなのかなと思うんですが、はい、ね、この FPS のね加減上限がね上がるって、これちょっとね ほんと楽しみなんですよね。可変レートになるしね、なので今以上にもっとヌルヌル動くようになるって話なんですけどね。ただその分ちょっと動画の容量がちょっと重くなっちゃって、で YouTube 君にアップするのに時間がかかるようになってしまうかなっていう、まあそういった心配もありますけど、まあまあまあそのあたりはまあまあまあというわけでしておきましたね。あとはそうですね、もう、はい、もう気の早い話なんですけれども、次のね追加キャンペーンに関するね話題とかも結構あったりするんですよ、まあ、そのあたりの話もしていきたいなーなんて思いながら、そういった動画ちょっと危ねえ動画撮りたいなーなんて思いながら今やっておりますが、勝ちましたね。まあそういった動画も今後出していきます、よろしくお願いします。はい、まあ何やすともあれもう第1弾ですよ、これもさっき言ったようにね、多分ね来月の中旬くらいかな、遅くてね早ければ初旬の方になるかもっていうくらいでしょうかね、あと今年はもうイベントはもうないのかなね、
去年はあったんですけどね、クリスマスイベントとかねあったし、あとねタスク系イベントもねギリギリ11月か、去年は11月の終わり頃にもあったんですけど、それなかったからな、どうなんでしょうね。まあとりあえずはそのあたりの話を今回しましたけど、っていうかやっぱり今回のマッチングすごいって、ね、イタリア側金バッジだらけ、ね、これちょっとな、一体どういうことねえ、本当今イギリスが本当にきついですね、これはな。まあいいや、とりあえず、まあ、とりあえずというわけで今回はそんなアップデート情報第1弾のお話をしましたね。まあ本当に来月のアップデートを楽しみにしていましょうか。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。